うも、さきです。本日の動画ではですね、アメリカでドローンを飛ばす時の必要な手順ということで、ちょっとですね、この秋、グアムに行くことになったので、グアムでドローンを飛ばしたいなと思っていて、でその時に必要な手順ですね、ちょっと調べたのでやっていこうと思います。で、必要なのが、まずアメリカのDIPS登録みたいなアカウント登録をしなきゃいけないのと、外国人がドローン持ち込む時のその申請と、機体登録だったりリモート ID の申請とか、機体番号の申請ですねをしなきゃいけないのと、あとは飛ばす時の知識があるかの簡単なテストを受けなきゃいけないというところですね。やらなきゃいけないそうなので、ちょっと順を追ってやっていきたいと思います。アメリカではですね、 250g 以上のドローンを飛ばす場合にこの登録の手続きが必要となります。ではまずですね、 FAA のサイトでアカウントの登録ですねからしていこうと思います。FAA がアメリカ連邦航空局ですねのサイトで、こちらになります。まずですね、こちらのページのこれクリエイトアカウントですねからアカウント作っていきます。中身読んで同意ですね、同意してください。で、ここにまず名前ですね、アカウント作るために名前入れていきます。で、あとはメールアドレスとパスワードと再度パスワード入れると、はい、この情報を入れます。で、クリエイトアカウントですね。はい、そうすると登録したメールアドレス宛てに連絡が来ているようです。お、来てました。で、アカウント確認すると OK、 これでアカウント登録完了です。で、ログインに戻って、で、登録したメールアドレスとパスワードでログインします。ログイン、で、またここで注意事項あるので中身確認して、で、同意を押します。で、次ですね、海外のドローンのオペレーターがアメリカでドローンの操縦をするためには FAA のリモート ID ガイドラインに従う必要があります。で、もしこの日本のドローンですねが FAA のリモート ID 送信機能を持っててアメリカ以外で登録されている場合は、アメリカで飛ばす前に FAA に対して NOI と呼ばれる通知書を提出する必要があります。で、今回私は日本で買ったアバター2を持って行って飛ばそうと思うので、この通知書の提出ですねをまずやっていこうと思います。で、それがこの画面でできるのでやっていきます。まずアットサービスですね、で押すと、この中に、あ、これ NOI があるので、セレクトノーティスサービスですねを押して、で、アットサービス押します。はい、これでここに NOI の手続きが追加されました。で、このラウンジノーティスダッシュボードっていうのを押すと手続きに進むことができます。で、これが最初に登録したアカウント情報ですね。で、これは特に変更なしで OK です。で、クリエイトノーティス、まず個人か組織かと聞かれているので、今回個人ですね。で、名前入れます。で、電話番号ですね。次の住所のところなんですが、アメリカで滞在する住所ですねを入れます。で、次が郵送アドレスなんで、これは住んでるアドレスですね。代表のオペレーターいますかって書かれてるけど、個人なんでノーですね。で、次、ドローン登録されてないと書かれているので、こっちかな、アットエアクラフトで、あ、これか、機体を登録します。 DJI はリモート ID 持ってるので、こっち、製造者まで DJI、 DJI は2でいいのかな。で、この辺ですね、リモート ID のシリアルナンバーはアバター2のシリアル入れておきました。国は日本ですね。で、あとは外国の登録番号って書かれてたので、ここアバター2の機体登録の番号を入れておきました。で、あとエアークラフトですね。お、OK、 これで1機登録できて、で、
多分機体ここアットエアクラフトでどんどん増やしていく感じなのかなと思います。でセーブ、ほい。で、内容確認ですね。で送信しました。 OK です。これでとりあえずこんなメールが来ていました。 NOI の申請内容もまあ通ったよというのが来ております。有効期限が1年ですねになります。で登録完了でダンですね。おー、できてます。で次が機体番号の登録と、リモート ID の申請ですね、やっていこうと思います。で同じくこのページですね。ここまたアットサービス、これですね、ドローンオーナーズ&パイロットを押します。でアットサービスですね、これだ、今できました。でここですね、ラウンチドローンオーナーズ&パイロットダッシュボードですね、押します。でまずアカウントタイプなんですけど、今回はレクリエーションフライヤーですね、趣味で飛ばすのでこっちを選びます。で画面に沿って電話番号とメールアドレスですね、入れていきます。うん、で住所ですね、日本の住所入れます。で郵送先ですね、郵送先はこの上の実際住んでるとこと同じなのでチェックを入れます。ほい。で安全ガイドの、まあ、知識の確認ですね。でこのテストに受かってる必要があると書かれてるんですが、これはまあ後で受けようと思います。なんで一旦内容確認してチェック入れて NEXT ですね。ほい。でここで、機体の情報登録しなきゃダメだよと書かれているので、これですね、アットデバイスを押して機体の情報を入れていきます。まずリモート ID 搭載しますかと書かれているので Yes。 でデバイスタイプが、内蔵型ですね。でニックネーム、はい、で、メーカーですね。で、シリアル番号ですね。OK です。で、NEXT。あとは支払いですね。これ、機体登録に5ドル必要になるので、支払い情報を入れていきます。請求先の住所ですね。さっき登録した郵送先住所を使うにチェックを入れれば、まあ問題ないです。で、NEXT。あとは注文内容の確認ですね。うん、でペイ、お、OK です。これで登録も完了しました。でこの今やった機体登録5ドル払ったやつですねの有効期限は3年間だそうです。メール来てますね、感じで証明書 PDF で来ております。ダンですね。で最後にトラストという最低限のこのアメリカの法律分かってるかどうかのテストをする必要があります。お、あったあった、これですね。で、お、これです。テストが受けれるページが載ってるので、ここ一番上でいいかなという感じですね。お、ほい、スタート押します。で、ちなみにこれは無料で受けることができます。お、で、まあテストがあるのでちょっと解いていきます。全部問題解くとこんな感じですね。テスト完了ですというのが出ます。でテストは何回でも間違えたらやり直せるので全然大丈夫だと思います。で NEXT、 お、証明書、ダウンロードページですねが出たので、ここに名前入力します。で送信、お、出たのでこれをダウンロードしておきます。はい、 OK です。これで手続き自体は完了したので、あとは当日今回発行された証明書を、まあ、印刷して持って行っておく必要があります。一つが NOI の申請証明書と、あと機体登録の証明書、この二つはメールで来てたやつですね、と先ほどのテストに合格したやつと、あとは機体に登録番号ですねを貼り付けるっていうことをやらなきゃいけないです。はい、とはいえまあこれでとりあえずは安心して飛ばすことができるので一安心です。ちなみに機体に貼り付ける登録番号は機体登録の後に来たメールのこれかなと思います。今回ですね
まあ、アメリカでドローン飛ばす時の手順やってみたんですが、これからちょっと飛ばしたいなと思ってる人の参考になれば嬉しいです。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。